今回のオラチャンネルは、オラちゃんと世界一周の気分を味わってきました。世界中の場所を日帰りでたくさん体験できましたよ。はい、どうぞ。ということで、愛知県犬山市のリトルワールドにやってきました。ここは世界中の民族文化をぎゅーっと一箇所に集めた野外民族博物館です。なかなか海外に行けない私たちにとって、世界旅行の気分を味わえそうで、とても楽しみにしていました。まず最初にやってきたのは日本ですが、沖縄県石垣島の家を見学しました。ここは19世紀琉球王国時代のお屋敷を移築したそうです。家の中は結構広く、縁側もあって素敵なお屋敷です。続いてやってきたのはアイヌ民族の集落です。3メートルぐらいありそうなヒグマが立ちそびえています。建物に入ってみると、アイヌの人々の生活を垣間見ることができます。藁の家は空気の膜により断熱材の効果が生まれ、実は暖かいそうです。お次は台湾のお家にやってきました。この字に配置された家屋は兄弟家族が左右それぞれ住めるようになっています。オラちゃん、お家の中に入ろっか。北アメリカ、インディアンのテントが見えてきました。同じく北アメリカのナバホという民族のログハウスの中にも入ってみました。しっかりと木材で組まれていて、居心地の良さそうな家です。アラスカの民族のトーテムポールを見ることができました。まだパーク内4分の1も回ってないくらいですが、すでに世界各国の場所を体験できました。丘の上に見える白い大きな家は、ペルーの大農園の領主の家だった建物のようです。ここでは飲食もできそうなので、休憩がてら何かいただきたいと思います。門をくぐると本宅に行くまでに広いお庭がありました。家の中に入っていくと、その中にも立派な中庭がありました。それではペルーのレストランに行ってみます。私は看板で気になったチョコラターダとチュロスを頼みました。オラパパはあまり見ることがないインカコーラとタコスを注文しましたが、私もタコスいただいちゃいました。ここではオラちゃん、
電池がなかったので充電させていただきました。お店を後にし、次の場所はインドネシアのエリアです。リトルワールドはかなり広く、今回もたくさんたくさん歩きました。いよいよヨーロッパエリアに到着です。まず訪れたのはドイツバイエルン州をモデルにした村です。丘の上には教会も見えました。オラちゃん、礼拝堂の雰囲気を体験できました。フレスコ画が描かれた建物はドイツソーセージが食べれるお店になってます。オラちゃんにぴったりの椅子があったので使わせていただきました。私たちと同じ高さだとオラちゃん安心したような顔になります。注文したソーセージができました。一緒にビールと行きたいところですが、車なのでノンアルコールビールといただきます。オラちゃん、ソーセージ食べよっか。はい、どうぞ。オラちゃん、気分はお腹いっぱいで、陽気もあってか、かなり眠そうです。ソーセージを満喫し、また次の場所を目指して移動です。今度はフランスアルザス地方にやってきました。タルトフランベという美味しそうな看板見つけたので、これも注文してみます。いかがですか？イタリアの世界遺産アルベロベッロを訪れました。オラちゃん、世界の美しい建物たくさん見れたね。ヨーロッパを後にし、今度はアフリカにやってきました。リトルワールドでは世界中の家をこうやって見学でき、本当に海外に行ったような気分になれることができました。オラちゃんも世界の家を見て勉強になったかな？
最後にド派手な雰囲気のタイにやってきました。同じアジアでも色彩感覚が私たちと全然違って面白いですね。オラちゃんがここで充電している間、私たちはタイ風鶏の串焼きや本物の殻に入ったココナッツのアイスクリームをいただきました。今回はリトルワールドで世界の民族の暮らしを見ることができ、オラちゃんも私たちも世界一周の気分を味わえることができました。